東京で大学に通う花木田雫は、好奇心旺盛で行動家の20歳の女の子。よく食べ、よく笑い、こうと決めたらとことん突き進む、自称日本一のポジティブガール。これはそんな彼女の笑いあり、涙あり、感動ありの田舎暮らしの物語。田舎留学に行くことを決めた雫は、行き先の田舎探しをする中で偶然見つけた自分の名前と同じ町、雫石町へとやってきました。そしてたまたま開催していた元祖雫石軽トラ市で出会った2人のおじさまたちの力を借りて、雫は商店街に何でも屋をオープンしました。と言っても仕事よりももっぱらおばあちゃんたちのお茶飲み友達のようですが、いやー助かるよ、しずくちゃん。いつもはね、うちの奥さんが助手してくれてるんだけどさ、今日はよしゃれ祭りの踊り子の練習あるからさ、来られなかったのさ。あの写真をネットで見たときに、実際に見てみたいって思ってた場所だったんで、逆にありがとうございます。だどもきついよ、大丈夫か。任せてください、体力にも自信あるんで。よし、だが水もくんでほだし、行くか。はい。よし。それは数日前のことでした。千勝ヶ原だ。いらっしゃいませ。お、金物屋の隣で何でも屋さん始めた人だけ。はい。何したんや。ずっと行ってみたいと思ってたとこなんです。お、千勝ヶ原だじゃ。こいつらみんな千勝ヶ原。今度の週末ちょうど撮影先来てだったんだけど、来る。え、いいんですか。はあ、もちろん行かせていただきます。というわけで、町選びから山登りまで五円三昧の雫は、写真館のオーナー畠山さんと山登りへ来ています。よし、張り切っていきましょう。まだまだ遠いからな、あんまり飛ばすなよ。はい。竹山さん、まだ着かないんですか。だから言ったべ、ちょっとに飛ばすなってよ。しょうがね、ほれ、三脚持ってやっから。すいません。はい、阿部。口ばっかりの雫であった。
おい、着いたぞ。もう少しだ。早く来い。どうだ、本物の戦勝ヶ原だ。すげえべ。本物の方が断然いい。うわ、おいしい。苦労をして歩いたから味わえる絶景。雫石町にはこういう素敵な場所がいっぱいあるんです。ただアシスタントの役目は果たせなかったようで。そんな足痛いってわけ。まあ、しずくちゃんは思い立ったらすぐだからな。まるでイノシシだわ。ひどい。今のだいぶ傷つきますよ。いやいや、褒めてんだってば。悪意を感じますよ、悪意を。いやいや、そのことね。じゃあそんな心も体もお疲れのしずくちゃんに、マスター、美味しいとこ一杯作ってけで。はい、了解。お待たせいたしました。うわ、何これ、今まで飲んだコーヒーと全然違う。フルーティーで美味しいですね。そうなんですよね、うん、何でも屋としての初仕事は大してお役に立てませんでしたが、地元の方々に愛されて雫石留学をエンジョイする雫でした。ここで一句。感動がてんこ盛りだよ雫石。お後がよろしいようで。